はい、どうも皆さん、こんばんにちは、たかぽんです。ではね、やっていきましょう。お？気のせいか。え？え？びっくりしたー、ちょっと待って。うわー、めっちゃビビったわ、今。やばかった。今のはマジでビビったわ。なんかね、もう声に出してる以上のビビり方だった思わず止めちまったもん、スタートして。はあ、びっくりした。おお、登った病院に。あれ、ああ、オッケーオッケー。なんか今おかしかったぞ、画面が。無限？あ、違うよね、走れんの。何？あ、ここまた。ドクター。ドクター？一体どうなってるんだ？お、ドクター。時間がない。彼を止めるためには逆転する方法を見つけなければ。意味がわからない。ルビックってやつか？何者だ？すまんが時間がないんだ。どういうこと？話がつかめないんだよ。助けがいるんだろ？彼は、我々は共同で研究してた、なんといえば、つまり複数の脳を接続する研究だ。電気パルスで脳のすべてを共有する。感情、記憶、知覚、すべて直接に。前例はない研究だ。心理学や薬学にも影響するだろう。人間の意識をつなげるのだ。正気か？これじゃ悪夢だ。そうだ、完璧ではなかった。特にあの不安定なホストではな。最高だ。あんたの共同研究者はイカれてて、俺たちはそいつの頭の中。そういうわけではない。我々も一定の影響を与えている。しかし意識的影響力を持つのは彼だけなんだ。あんたならわかるはずだ。奴の望みは。あくまで推測でしかないが、彼の望みは我々の死だ。な、ほんとデビルマイ、あ、なんでもないけど、あるゲームのね、デビルメイまで言っちゃったけど、あるゲームのね、シーンにちょっと似てるよっていうね。被験者すげえ死んでるね。心肺停止、蘇生させないんだ。あ、してるけど生き返んなかったってことか。一人だけ被験者23だから見つけたっつんのか。すごいね。バイタル正常値に回復。お、俺はあれじゃん、セバスチャンの手記。2009年6月16日、今朝はリリーを幼稚園まで送ってきた。初、おーっと、また読めない字があるぞもう読めないじゃんね。飛ばすわ。うん、飛ばします。飛ばしたイコール読めなかったっていう感じで。うん、まあそういうことはい。新しい環境にすぐに慣れたようだ。この3年はリリーにつきっきりで、マイラも大変だったと思う。これで彼女もちょっとは楽になるだろう。楽になるといっても、 KCPD の行方不明者担当、捜索担当に復帰するという意味だが、行方不明者の数が増え続けている。このままだと全市民が行方不明者になってしまうペースだ。大げさかもしれないが、この街で何かが起きてるのは間違いない。マイラの能力は恐ろしく高いし、仕事に復帰できてモチベーションも高い。きっと彼女が創作の力になってくれるだろう。なんかやばそうだな、あそこ。壊せないか。
すごいね、ここどうなってんの？なんだ？え？嘘だろ？え、いきなりすぎ。真面目に。なんなの？マジで状況がつかめないんだけど、何がどうなってんのかわかんないんだけど。え、しかもここ？おお、瞬間移動。何、全部共有したらあの力が。嘘だろーい。中途半端すぎるだろ、終わんの。チャプター8クリア。まあにしてもね、話が読めない。俺だけかもしれないんだけど、それはまあその見てるリスナーさんはどうだろうなって感じなんですけど、話が読めないです。うん、では状況がつかめない。どういうこと？本当によくわかんないわ。おお、カステヤノス刑事。カステヤノス刑事。誰かの記憶。誰かの記憶ってことは、誰かが。てか、あの女の人の声聞こえたけどさ、いねえじゃん、この部屋に。うなされていたようですが。ああ、そこから喋ってたの。悪い夢でも。はあ。はあ、なんでため息つかれなきゃいけないね、俺が。よせやめろ、よせやめろ。違う、違う。そっちじゃない。何？記憶というのは曖昧なものです。時に記憶は書き換えられてしまう。だからこそ大切に扱うべきです。おう。すっげえなんかさ、虫が出てきてるけどさ、いいの？どこに消えてるの？幽霊でも見たような顔ですね。うん。いやビビったよ。鍵一個あんだね。ちょっとショットガン弾か。これ下は無理？あ、下も、すごい数あるね。ならだってこっちにもあるんでしょ。何がある？ジェルか。さあ、
改造しますか。せっかくなんでね。はい。とね、ならね、今回はね、まあアビリティはいいとして、うん、そうだね、武器や弾、やっぱ武器かな。俺ね、このショットガンで困ってるのがさ、リロード速度が遅いんだよ。そして、そうだね、ダメージ。相談数、クリティカル、相談数ね、ダメージかな。アガニボルトはチャージ時間。はいはいはい。あ、そうだね、これちょっと、お、コンプリートって書いてるね。飛距離、リロード時間、まあ、リロードは別にあんましね、気にしてないからいいんだけど、時間的にね。お、すげえすげえ。とね、アガニボルトはいいや。この中で一番少ないったら外側だもんね。こっちやっとこうか。マインボルト、ヒットした時のダメージ量か。こんなもんでしょ。さてと、一旦セーブして、あっちの方行けなかったからな。左の通路行ってみて。なんか向こう光ってたよね。あ、光ってない。え、何？あ、戻った。あ、外になってる。お、え、一瞬画面固まったんだけど、フリーズしたかと思ったよ、プレスリー。あ、お、リロード早い。なんかでけえ屋敷みたいな場所ある。待て、あの建物には見覚えがある。あ、ここ、うん、違うか。あそこじゃない、あの一番最初に入った病院。一番最初に来た時に警察とかがね、いろいろ集まってきた。来たことはないはずだが。あれ違う、俺の勘違いだ。多分記憶ってすごいね。あ、なぜ彼らがここに。
まあ、レスリーとあの科学者のおっちゃんがいた。おい待て、畜生。ってかさ、この感じさ、まああるゲームの、あるゾンビゲームのさ、シリーズの第一作目がさ、こんな感じだったよね。うん、気のせいかな。これでさ、左側にちょっともうちょっと広くてドアがあって、で右の方にもうドアあって、でこっちの方鍵閉まってみたいな。ね。で上こっち開いててみたいなね。ああ、まあそのまんまのゲームになりそうだ。お、チャプター9。じゃあ、ザ・クルー、読めなかった。お？ここがそうなの？いや、ここがそうなのってか、まあ別にあれだけど。クリムゾンシティの新聞記事のクリッピング。悲劇的な火災。少女と乳母が死亡。読み方間違ってるよね。2012年2月11日、昨日午後、クリムゾン市郊外、クリムゾン市郊外のパークリッジの住宅街で火災が発生した。すぐに消防が駆けつけ、必死の消防活動を行ったが、まあ全焼と、うん。少女とベビーシッターの命が失われた。リリー・カスティアノス5歳とベビーシッターのファニータ・フローレス56歳は、飲み込んだ、煙と炎によって逃げることができなかった。亡くなった少女の両親は共に KCPD に勤務する刑事で、現場に駆けつけたがすでに手遅れだった。消防による消火活動は数時間に及んだが全焼した。出火原因は調査中だが、電気配線のショートによるものと思われる。ほう、そうなんだ。こうさ、いや、なんでもない。ここが、これ上開いてて、2階から下覗けるんだったら、まあちょっと、ねえみたいな感じで。なんか懐かしく感じるわ。なんだ？あ、隠れるよってやつか。お、洋館食堂の式。洋館で合ってるよねこれ。違う読み方。新しい世界に入る方、新しい世界にか、入る方を見つけた。何もかもそこにずっと目の前にあった。なぜ今まで気づけなかったのか。呆然とし、自分に怒りを覚える。人の精神を破壊し、消し去り、思い通りにする方法は明白だ。今、やるべきことは見えている。そうする以外にないと感じている。目指していたものも、失ったものも、すべて取り戻せる。そのために必要なものは、ヒメネスだ。ヒメネス。なんや、ヒメネス。なんかいたっけ、そんな人物。あ、忘れてるわ。あの男にもやっと利用価値が出てきた。ヒメネスってなんだっけ。お、まさかって思って振り向いたらあったよね。壊せるけどなんもないんだね。こっち行こう。開かない。開いちゃったよ。何？お？お？ちょっと待った。ちょっとストップ。ちょっとストップ。どうすんの？
そこにあったの。よし。あれ、俺マッチなかったっけ。やべ、俺もマッチ持ってねえ。確かこの辺にさ、あれ、ピン。よし。よーし。いいね。こういうことだったんだね。スニークキル。お、こんな場所にもこれあんじゃん。これ誰ってか。俺一瞬さ、服装的に血まみれカクテルラウンジ、服装的でさ、俺あんだっけあいつ、あの子、あの子さ、逃げるあの子さいや忘れちゃった名前、誰だったっけな、名前をね思い出せないんだけども、ラスティだっけ？違う、誰だっけ？なんかそんなような名前だったはずだけど。あの子かと思ったよ。ん？死体か。死んだふりじゃねえよな。うわー、死んだふりだったー。ほらよ。ちょっと。タイミング悪すぎだって。こっちに振り向いてくるの。金庫のダイヤル上。古びた金庫のダイヤル0から24までメモリが刻まれている。そっか。なんだ。何？どうしようか。あれ取りに行こう、あれ。おの。ちゃんと降りてくるんだね。え、嘘。まさかね、視界逆にやられると思わなかったよ俺。一人だけでしょ。すいません、時間過ぎてましたね、20分。うん。ついつい楽しくってね、見てなかったです。というわけで、今回ね、この辺ですげえ中途半端なんですけど、終わり方がね。うん。だけどね、ご視聴ありがとうございました。次回も、やっていきましょう。お楽しみに。